こんにちは。高等堂高橋製作所です。当社は2021年で111歳、明治43年創業、東京生まれ東京育ちの日本の伝統的なお茶館を作り続けてきている会社となっております。今日はよくいただくご質問の一つ、缶の使い方、取扱い説明についてご説明をさせていただきたいと思います。当社の商品ですね、基本的にベースがこの鉄、ブリキの缶になります。鉄ですので水が天敵なんです。極力水を避けてください。水に濡れると錆びます。ご使用いただく前、汚れが気になる際、ぜひ洗ってから使っていただきたいんですけれども、水でジャバジャバ洗ってしまうとですね、どうしてもこう隙間のところに水が残ってしまったりすると、そこから錆が発生する原因になりますので、固く絞った濡れ布巾ですとか、ウェットティッシュなんかでこう缶の内側をですね、まずきれいに拭いてください。その後ですね、水滴が残らないように空拭きをしてください。そうしていただくと、きちんと水分が拭き取れますので、そこから錆が発生する原因になりにくくなります。もし缶を洗ってしまったりですね、濡らしてしまったという場合も同様です。気がついたらすぐに拭き取ってください。水に濡れてしまって少しこう錆が出てしまったよという状態を使いいただいても、そんなに体に悪いということはないんですけれども、一番怖いのはもらい錆ですね。私も実際にちょっとやってしまったんですけれども、濡れたシンクの上にこう缶を置いておいてですね、缶の底が錆びちゃってたんですね。でそれに気がつかないまま、その他のところに置いておいたらですね、ステンレスのキッチン台の方がちょっと錆びて、もらい錆びをしてしまいまして、こうステンレスのキッチン台の方が錆びてしまう。うちの缶はそんなに高いものではございませんので、錆びてしまったよって言ったら買い替えていただければいいかと思うんですけれども、ステンレスのキッチンとか錆びてしまったよって言うと、ちょっとなおとなるとね、やっぱりそれなりに費用が発生してしまいますので、どうぞこう錆びが生じた場合にはできるだけご使用をやめていただくようお願いいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。またと食器洗い機使えるのってよく聞かれるんですけれども、同様です。できるだけ使わないようにお願いいたします。電子レンジも危険ですのでご使用をおやめください。よくいただくご質問でですね、缶を冷蔵庫の中に入れて使うのはどうなのっていうご質問をいただくんですけれども、使うことはできます。私も実際に使っている缶もあります。ですが冷蔵庫の中っていうのはとても湿度が低いので、保存状態としてとてもいい状態なんですけれども、特に夏場なんかですね、日本湿度が高いので出し入れするときにどうしても缶の周りに水滴が出やすくなります。で、その水滴でこうどうしても錆が出やすくなりますので、その点だけご注意いただきながらお使いいただければよろしいかと思います。当社の製品ですね、製造工程の問題でちょっと柔らかめの素材を使用しております。そのため落としてしまったりぶつけたりするとどうしてもへこみやすくなりますので、お取り扱いの方どうぞご注意くださいませ。またあとお子様に危険な作りにはなっておりませんが、極力お子様の手の届かないところでご使用いただければと思います。また液体や気体、ジェル状のものなどをこの中に入れていただきますと、そちらの錆の原因になりますので、ご使用の方はお控えいただければと思います。当社ホームページ内、製品の特徴の一番下の方に取扱い説明について文章で書いてありますので、そちらの方もぜひご参考にいただければと存じます。今回せっかくこの動画を見ていただいておりますので、見ていただいている方だけのスペシャル特典といたしまして、プチ情報をお伝えしたいと思います。長い間缶をお使いいただいておりますと、だんだん缶が歪んできてしまうことがあるんですね。使っていただいていて、こう開け心地がなんか最近ちょっと明るくなったわねとか、中蓋の開け心地が変わってきたなんていう時にぜひ試していただきたいんですけれども、このように平たい台の上で軽くこうコロ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 と缶をちょっと軽く転がしてみてください。
歪みが原因の場合はこれでかなり改善されると思います。ぜひお試しください。また当社の商品について、日本の茶筒についてといった動画も他の YouTube 動画にアップしてありますので、お時間がある際にぜひご覧いただければと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。